今回は和歌山大学寮内にある食堂に潜入してきたよ。学生寮の食堂ですが一般開放されています。ひまわり食堂、日替わりの定食が3種類あってどれも580円。食券を購入しトレイを持って進みます。小鉢2種類選べます。ご飯、味噌汁はセルフで、ご飯はおかわりもできます。食堂スペースは広々。